お互いキャラクターを決めて対戦に移ります。機は熟した。いよいよ始まる。始めようか。楽しませてくれよ。ラウンド1ファイト。ザ・ファーストラウンド、注目していきましょう。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。打つかすかすか、踏み込むか、地上の駆け引きの間合い。ジャンプが噛み合って、相手の隙をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。突進技で圧力をかけていく。さあダウンから、レイヤー1、画面端を維持することで、このスーパーアースはどうだ。大きな体力差になったが、ドライブゲージが希望となるか。体力差はある。地上技で差し合う。ここで押し込みに行く。ドライブインパクトの空振り、とどめはこのカウンター。技の差し込みが冴えている。プレイヤー1、まだまだ先は長い。安心せずに集中したいところ。早く強気に打っていく。果たしてどんな戦いになるか。ここで弾を打つ。飛び道具はリスクは高いが、飛ばれなければ最強の地上技となる。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。ほかしてからの、プレイヤー1、 SA ゲージが有利。さあダウンから、このスーパーアーツはどうだ。ここは SA を使って大ダメージを狙っていく。次はどの引き出しを開けるか。真空波動拳を KO。 プレイヤー1、これでリーチノリノリだ。ラウンド3ファイト。いきなり仕掛けた。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。おっと、ここで SA 勝負をかけに来た。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。チャンスでもあるが、入れ替えられたら攻守が変わるので注意が必要だ。真空波動拳、これは通らないか。どう崩していくか。何を狙っている。ラインを上げつつダメージを取る。プレイヤー2、潤沢なドライブゲージ倒しきる。プレイヤー1、一気に勝負を決めた。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。飛びを通してチャンスになる。めくりがヒットして、絶妙な間合いからの飛び込みで揺さぶりをかける。ジャンプから仕掛けていった。相手の隙をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。投げの選択肢を見せていく。これはうまく投げ間合いを管理しているか。手を出し合った両者、ここからどう動く。ジャンプ攻撃を引っ掛ける。さあパリーも見せながらプレッシャーをかけながら投げ、さあここからプレイヤー2、画面端のいい状況を作った。KO。 プレイヤー1、幸先の良いスタートとなったが、気を抜かずに行きたいところ。ラウンド2ファイト。いきなり発動、決め打ってきたか。さあこの後にも注目。さあこの飛びはきっちり空対空で落としている。打ちならヒットしてもコンボには繋がらないので、たとえ外してもリスクが低い。プレイヤー1、ゲージの有利状況をうまく使えるか。焦りは禁物、ゲージの使いどころはしっかり考えたいところ。さあおっと、ここで SA 勝負をかけに来た。仕切り直す。なんとここで押し込みに行く。受け止めつつ攻撃する。体力差ある。しかし届いた。プレイヤー1、これでリーチノリノリだ。ラウンド3、サンドブラスト、突っ込んでいく。プレイヤー2、
画面端のいい状況を作った。このスーパーアーツはどうだ。これは通らないか。ここはうまく噛み合わせた。レイヤー2、状況は悪くない。どう生かすか。来るか。投げを使ってガードを崩す。地上の周り線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。ここで投げに行く。打ち込んでいった。頭上がガラキ。スーパーアーツが溜まっている。まだ牙は残っている。ここで SA 発動しているが、この SA は通らず。この距離は危ない。 KO。 レイヤー1、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。次はどんな試合展開になるのか。どんなドラマが生まれるのか。投げは空を切る。さあここは打撃をドライブパリー。相手の攻撃をパリーすることで効率的にドライブゲージを稼いでいく。さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。こかしてからの外野芝居が伸びる。掴んできた。仕切り直す。危険なドライブインパクトは受け止める。おっとここで SA 勝負をかけに来た。さあダウンから手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離。ここでの押し引きが重要になる。プレイヤー2、体力状況は厳しいがドライブゲージの投げでフィニッシュ。壁際動けなかったか。プレイヤー1、先制したがここから試合はどう動いていくか。早く強気に打っていく。めくりがヒットして、さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。プレイヤー1、ゲージの有利状況をうまく使えるか。焦りは禁物。ゲージの使いどころはしっかり考えたいところ。家から仕掛けていく。さあダウンからめくりが引っかかる。プレイヤー2、届いた。プレイヤー1、綺麗に追い詰めた。このまま何もさせないか。いきなり仕掛けた。ラウンドとともに思考は積み重なる。次ラインを上げつつダメージを取る。投げ、さあここから。これはうまく投げ間合いを管理しているか。さあここからは差し合いの領域となる。どう崩していくか。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。押し目発動。そしてここまでの様々な態度を返すことはできるか。そのまま勢い、ここで押し込みに行く。さあ逆転を見ているか。何を狙っている。ここで弾を打つ。倒しきる。プレイヤー1、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。